8月10日事件、8月10日事件、8月10日事件は、フランス革命期の1792年8月10日、パリで民衆と軍隊が、チュイルリー宮殿を襲撃して、ルイ16世や、マリー・アントワネットら国王一家を捕らえ、タンプル島に遊兵した事件である。チュイルリー宮殿襲撃、とも言う。この事件により、フランスでは、王権が停止されたが、 サンキュロットを中心とする武装放棄は、事実上の革命であったために8月10日の革命とも呼ばれ、フランス革命は新段階に入った。また事件は、武力衝突の流血沙汰となって、多くの死傷者を出したため、その責任を一方的にルイ16世に問う世論は日増しに高まっていき、それが国王裁判にもつながった。 1791年6月のバレンヌ事件は、フランス革命の流れに相反する二つの潮流を生み出した。第一は、第二に対する反動で、短期的に恩賢派と応答派が団結を強めて、ブルジョワ革命を急いで、推し進めよという圧力となった。9月14日のルイ16世の1791年憲法への、先制と復権。 10月1日の立法議会の招集、立憲王政の成立へとたどり着いた後は、1789年の理想主義者ならこれで革命は終わったのだ信じることはできただろうし、事実、立憲議員の何人かは故郷に帰った。しかし全くそうではなかった。立憲主義者の偽りの勝利と、ブルジョワーの分裂、フイアン派のジャコバン派からの分離をよそに、第二の波、 つまりデモクラシーが台頭を始めていたのである。バスティーユ襲撃で革命に目覚めた革命的民主主義者たちは次第に数を増やし、失業者や賃金労働者を中心にしたサンキュロットの革命参加を促してパリで徐々に政治勢力を形成した。彼らはコルドリエクラブや自治司会に結集してさらにより急進的な第二世代の指導者を生み出していった。 この第二の流れは7月17日のシャンド・マルスの虐殺やクラブ閉鎖でも衰えることはなく、鬱積した不満を約1年間貯めていった。また、第一の流れの副産物として、ウィーンとベルリンの宮廷は亡命貴族にそそのかされて、ピルニッツ宣言を発したが、これは決して武力介入を意味するものではなかったものの、ブリッソーラ立法議会で新しく多数派になる、ジロンド派を刺激し、 過剰に高戦的な愛国主義とヨーロッパの諸君主に対する攻撃的な革命十字軍、革命の輸出のごとき発想を思い起こさせた。革命戦争の勃発は情勢を悪化させた。戦争と経済危機、アッシニア暴落と砂糖の値段の高騰の影響は市民の生活を直撃した。パリの三キロットたちは生活改善を求めて再び結集した。 この流れはすでに左翼的イデオロギーを伴っており、生活に直結する切実な要求は、次第に、濁流のごとく強く激しくなった。運動を支える、受動的市民は選挙権を持っていなかったので、彼らの政治的アピールは、武装して行進すると言ったより、直接的な G 行動となって現れたが、能動的市民の中にもこれに同調する者が現れ、彼らのリーダーとなった。 サンタントワーニョ城外区のビール醸造業者のアントワーヌ・ジョゼフ・サン・テールなどはその典型で、このような人々がそれぞれの地区の民兵を組織し、革命の暴力として顕在化した。急進化する彼らの要求に政治家たちは後追いするばかりだったが、共和政治率の要求は日に日に高まっていった。そうした中で1792年6月20日に、 サンキュロットンの G 行動事件が起きた。武装した市民が国王の住居たるチュイルリー宮殿の中まで踏み込んできた。この事件は拒否権を乱発する国王への圧力としてジロンド派が黙認したという側面はあるが、武装放棄がすぐに起きてもおかしくない、危険な状況であることを示していた。王政の廃止を最初に口にしたのはジロンド派であったが、 すでに事態は彼らの予想を上回るスピードで展開を始めていた。判断者が公然と王政の転覆を計画するという逼迫した情勢への危機感は7月10日、イアン派を総辞職に至らせた。立憲君主制を守る最後の試みは軍司令官に復帰したラファイエットに託された。彼はフロリモン・クロードを通じてジャコバン派を解散させるために軍隊を率いて パリへ進軍する用意があるので、オーストリアに軍事行動の停止を求めたことがあり、さらにコンピエーニュへの脱出を国王に進めた。ここで彼は軍隊と待つ予定であったが、国王の再度の脱出は7月12日から15日に延期れて、結局は中止になった。ルイ16世はバレンヌ事件の失敗を思い出して、信頼する外国人に傭兵。 カルドスイス部隊の保護下から出る気がしなかったのである。またマリー・アントワネットは諸君四国の同盟軍が声明を出して威圧するように求め、7月25日、ブラウンシュバイクの宣言が出されることになるのだが、これはもはや武装放棄を奨励するようなもので、完全に逆効果となった。フランス革命では特徴的なことだが、放棄は存在しない脅威に対する自己防衛の行為であった。 8月10日事件は誰かが終始一貫して計画を立てたわけではなく、7月末の最後の週からパリで異常な高まりを見せた G 行動が爆発のクライマックスを迎えたに過ぎない。議会の立憲君主派と宮廷の王党派に対して民衆は立ち上がらなければ踏みつぶされるだけだと思ったわけである。ジロンド派は放棄も 冒険の執行も望まなかったので、何とか抑えようと努力はしたが、8月になると、王政打倒こそが、唯一の解決策であるという見解は、パリ全体に共有されるものとなった。まず行動を起こしたのは、パリであった。モロは常設の区会を設け、それぞれ連携するために、中央委員会を組織した。7月11日、これに続いたのは、ロベスピエールで、彼は、 ジャコバンクラブで演説して、連盟兵に参加を呼びかけた。連盟兵たちは7月14日の祭りのために、全国から集まってきていたものだが、国家の危機を救う任務が与えられ、むしろ奮起した。7月13日、ダントンの提案で祝祭の後も、連盟兵はパリに泊まることが決まった。7月25日、ロベスピエールは、より大胆な主張を展開し、 立法議会の即時解散を要求して、これに代わって憲法改正をすべき新しい議会、国民公会の招集をすべきだと言った。彼は王政のみならず、議会をも葬る必要性を解き、ブルジョワ階級にのみ立脚する議会は人民を代表していないとの論拠を示した。これは真実であったから、持論ンド派は有効な反論ができなかった。 彼らはロベスピエールが群衆を自重させることを願ったが、実のところそれは誰にも不可能で、もはや矢は放たれていた。7月26日夜、モントルユ地区を更新した連盟兵によって武器を取れ、の呼びかけが行われた。7月29日、マルセイユから連盟兵が到着すると、早速、彼らの元には自発的に代表が派遣され、王と呼ばれる男と、 悪党どもを王宮から追い出すことで問題は解決すると説明して指示を得た。翌30日、いくつかの区会は受動的市民が国民衛兵隊に参加するのを認め、槍で武装するように指示したので運動は一層促進された。8月6日にはシャンドマルスで市民と連盟兵の大集会が行われ、ここでは改めてルイ16世の範囲が要求された。 パリの諸地区の先頭に立っていたサンタントワーヌ城外区の区会は9日までに国王の執権、または王権の停止を議会が決議しなければパリの諸地区は武器を持って立ち上がるとの警告を発した。攻撃の噂はそれ以前にも絶えなかったが、これが実際の最後通帳となった。8月9日の夜、警鐘が鳴らされた。 48地区の委員が集まって、市長者に放棄コミューンが組織された。これは、自治会の総会に代わる革命的組織であり、無制限の権限が与えられた、パリの独裁の最初った。彼らは、市長者を乗っ取ることにした。合法的な市役所の活動を停止し、市長ジェローム・ペティオン・ド・ビルヌーブは、宮殿で国王と会談していたが、議会に呼び出され、自宅に監禁された。 国民衛兵隊総司令官マンダは、由緒ある貴族で、熱心な応答派だった。彼は、協力を拒んだので、視聴者に召喚されて、尋問を受けた後で、監獄に送られる代わりに朝にグレーブ広場で、銃殺された。国民衛兵隊は任を解かれ、ポンヌフの封鎖は撤去された。暫定的なパリ国民衛兵隊総司令官に、サンテールが選ばれた。宮殿の警備には、 ルイ16世に個人的忠誠を誓った950名のスイス人傭兵が残っていただけであった。かつて立憲この得体が受け持っていたが、これは5月29日に解散を命じられた。しかし、議会の決定に不服だった指揮官のコスセイコールブリサック公社クラを含む元メンバーは解散後も止まって守備についた。これに田舎から出てきた大東の若者が合流し、 二百から三百名の通称、セール・イキシダンと呼ばれた大隊となった。それに、パリからは、フィエサン・イコール・トマ地区とプチペール地区、ビューテ・デ・ムーラン地区から選抜された、国民衛兵隊二千名がハセ・サン国王のために集まっていた。八月十日朝、連盟兵とさらにはそれに付き従う民衆の総勢二万はくだらない。大集団は、チュイルリー宮殿へ向かった。宮殿は、 パリのど真ん中にある。銃は一万丁ほどしかなく、残りは槍などで武装していた。血気に流行った連中が今にも攻撃を始めようと、黄門の扉や札を叩いていた。これらの中に、革命的女性のごとき、過激分子も含まれていた。ルイ16世はどうすべきか決心がつかなかった。年老いた、マイ,イケン水は、アンリ4世の子孫のために勝ち抜くか、さもなくば、 死を誓うとひざまずいていった。バン万事休スと思ったパリ県の観察官レドレールは立法議会に国王が逃げ込む以外に方法はないと説得を始めた。マリー・アントワネットは反対した。彼女は王と王妃を引き離す陰謀があることを知っていた。立憲君主派にとって最大の障害は迫り来る群衆ではなく王妃であった。しかし、ルイ十六世は 家族全員で一緒に避難することを望んだ。これはおそらくは政治的な判断ではなかっただろう。王妃は側近のランバル公爵夫人とトゥルゼール公爵夫人も連れて行くように主張し、残されることになった他の貴婦人たちは絶望して震え上がった。しかし王妃はボートの群れに負けるはずがないと思っていたようで戻ってくると言い残して去って行った。議会とは 庭園でで、で隔ててられていい。るだけでそう遠くではない国王一家が宮殿を去ると少なからず東洋が走った。市民同士で殺し合いたくないと思った守備側の国民衛兵隊は次々と脱走して放棄側の方に寝返ったり群衆と歓談して敵意のないことを示そうとした。この時彼らはすべての大砲をも引き渡した。流血は回避されるかと思われた。しかし、 王党派の貴族の一部は死ぬまで戦う覚悟であり、この機に議会をも制圧しようという魂胆があった。彼らは王門を門番に開かせ、群衆をカルーゼル広場にあえて招き入れた。広場は建造物に囲まれ、十字砲火で包囲殲滅するのには好都合だったらだ。午前8時、2000から3000の群衆がカルーゼル広場からさらに中庭まで無秩序に入ってきた。 スイス人傭兵らはあくまでも命令に忠実タランとし、宮殿の外階段に不動の隊列を敷いて待ち構え、群衆の嘲笑や罵声にもピクリともしなかった。どのようなきっかけかは諸説あるが、号令とともに、スイス人傭兵は一斉射撃を数度を行い、ひるんだ群衆を一気に突撃で崩した。建物の2階や屋上からも銃撃が加えられた。 最初に入ってきた連中は全く戦い方を知らなかったので、包囲されてパニックを起こして改装した。バスティーユ襲撃の時と同じく裏切りだという声が上がった。守備側は分かったと思った。群衆は雲の子を散らすようにいなくなったからである。王党派は次は議会の国王のもとに向かうつもりだった。今なら議会を武力で解散させることができると思われた。 しかしそのような具体的な命令を受けていなかったので、主官が派遣されて、国王の指示を直接仰ぐことになった。この間に、放棄側の第二波が接近していた。今度は、王門からではなく、ルーブル宮殿や庭園にある、セーヌ川側の複数の入り口、古門から侵入した。彼らの先頭に立ったマルセイユ連盟兵は、従軍経験のある、古参兵ばかりだった。 サンタントワーヌの熱烈な共和主義者たちがその後に、続いて、大砲を引いていた。スイス人傭兵は突撃後の散開状態で、カルーゼル広場で突然砲撃を受けたため、中庭に退却した。マルセイユ連盟兵らは、突撃を開始し、さらに後続の三キュロット群衆が広場を埋め尽くした。中庭では、スイス人傭兵は大隊を組んで再び激しく、防戦した。連盟兵にも、 大きな犠牲が出たが、あらゆる方向から侵入する群衆に、スイス人洋兵はこうしきれなくなり、そこに四本の方での近距離射撃と敵弾を受けた。たまらず宮殿内に退き、そこからは大混乱になった。スイス人洋兵は国王西館を派遣して、どこまで徹底抗戦すべきか、伺いを立てた。ルイ十六世は宮殿が制圧され、 すべての望みがなくなった後で、午前10時、発砲の停止を命令した。しかし、これでは哀れな、スイス人たちを虐殺から救うことはできなかった。600名が殺され、うち60名は降伏した後の殺害であった。残りのほとんども捕虜となり、監獄に放り込まれた後に殺害されることになる。一方で、ルイ騎士団の貴族指定たちは、 ルーブルの別の回廊からほとんど全員が脱出した。宮殿では勝ち誇った群衆が手当たり次第に家具や絵画などを壊していたが、番号を見かねた舞台監督、サンジエは起点を聞かせて、すでに有名になっていたラ・マルセエーズを弾いて、怒り狂った人々の心を宴会ムードに変えた。彼らは一晩中、歌い踊りや明かした。残された貴婦人たちは、 散々ののしられて脅かされ、怖い目にあったが、暴力的被害は、受けることなく解放された。彼女たちに最も辛く当たったのは10月更新の、時と同じく、同性の革命的女性であった。法規側は、約90名の連盟兵、300名の畜生勇兵が、死傷した。この中には3名の女性の死者が含まれていた。他方、ブレスト連盟兵は、 赤い軍服だったので、スイス人傭兵と誤認されて、少なからず、味方から撃たれたと言われる。なお、放棄側の死傷者は、当局が保証金を出し惜しんで、できるだけ少なく数えられたという指摘もある。立法議会は、戦況が不確実の間は態度を明らかにしないで、放棄側の勝利が明らかになると、王権の停止を宣言し、ロベスピエールの案に従って、 国民公会の召集を決議した。第二革命の性格のある事件によって、政界の情勢も一変した。ブルボン王政はついに終わりを告げたが、同時に自由主義ブルジョアジーの政治も終焉した。王党派はもはやパリでは存在を許されず、フイアン派は完全に失脚した。事件を聞いたラファイエットは、軍隊をパリに向けて進軍させようと試みた。 しかし兵士たちから見限られ、身の危険を感じて、アレクサンドル・ラメット・ラ・トーと共に、ベルギーに逃亡し、オーストリア軍の捕虜となった。ラ・マルセーエーズの生みの親の一人である、ストラスブール市長、フィリップ・フレデリク・ド・ディートリ・ヒダンシクも、同様の君主制擁護の放棄を行ったが、失敗して亡命した。ジロンド派は恩賢共和主義者の集まりであったが、放棄によって、 彼らの希望する生態であった共和制が樹立されることになったにもかかわらず、大衆の支持を失った。逆に弱ャ派の中から対頭する左派勢力、後に国民公開でモンターニュ派と呼ばれる勢力が支持を集めるようになった。新しい議会は普通選挙に基づき、民主的な共和国が誕生することになった。他方、事件の余韻はしばらくパリに残り、都市は、 興奮状態を維持した。襲撃者たちの多くはそのまま動員登録が行われて前線に出征していったが、残された人々は熱狂的な革命熱を持て余した。その後の戦況の悪化と外敵がパリの縄文まで迫っているという誤った情報を受けて、再び暴走し、9月虐殺を引き起こすことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。